もしもし。もしもし、こんばんは。こんばんは。なんて呼べばいいですか？ちょっと質問いいですか？何ですか？何歳ですか？いや、今14だよ。 14？ 何？ダメなの、14 13？ 歳。12だよ。13？ 12。女の子？女の子？何？男の子？いや、なんで女だよ。女の子で12で、何を想像しておるの？なんか、教育番組のキャラクターみたいな声してたから。教育番組のキャラクターみたいな声？なんだそのキャラクターは。そんなキャラクターはおりません。なんでそんな元気なの？なんでそんな元気ないの？眠たいから決まっとるでしょ。じゃあ一緒に寝落ちしよう。いいよ。いいの？こんなうるさいやつでも寝落ちしてくれるの？いいよ。なんで男か女かを聞いたのか聞きたい。声で男か女か分からんかっね、た。こんな男がいると思うんですか？やばいでしじょ。ゃあ元気な男の子かと。元気な男の子、声高すぎない？普通に。やばいでしょ。疑われていく。元気はすげえな、マジで。待って。あれ？動画撮りよう。YouTuber ですか？いや、そんなわけないじゃん。やば。なんで、なんで、なんでそんな元気ないの？起きて起きて、まだ私と喋ってるんだから起きてよ。眠たいの。じゃあ寝落ちしよう。わかったから、待って、やば。何がやばいちの？やべえ。やばい、やばさの用途を中学教えてく2年だ生さい。だろ。そうだよ、中2は元気なんだよ。元気だ何ね。歳なんですか？何歳だと思いますか？11歳だと思います。なんだろう、バカにしよるやろ。なんか、少なくとも君より年下だいや、だってね、なんかこの時間に眠たいってことは、なんかママが恋しよくな。いや、なったのバカかになってし思っよるて。え？違うの？ママが恋しくなってお眠の時間になっちゃった。で、そろそろ名前を教えてほしいんだけど、そろそろ名前を教えてほしいんだけど。やろ。じゃあ名前は何ですか？私は、葵ちゃんって呼んでくれたら嬉しいです。葵ちゃんって呼んでくれたらね、全然呼んでもらって構わないんで。さあ、バッチコイって感じなんだけど、どうですかね。わかりました。スチューバスていただきます。じゃあ、呼んで呼んで、葵ちゃんって呼んでよ。葵ちゃん。ちょっとキュンとしました。や、この子やば。何がやばいの？いや、この子やば。やばいは語彙力のさ、ハゲ、ハゲ。語彙力がハゲてると思ってる。やばいはダメ。もっとさ。13歳。いや、もう十分がしっぽいやんか。何が？でも、なんて言えばいいかわかんない人はさ、あれなんでしょ？ 11 歳なんでしょ？その際言ってないよね。じゃあ何歳なの？教えてよ。何歳だっけ？何歳だっけなってなんだよ。自分の歳もわかんなくなったのか。もし俺が年上だったらどうするの？先輩ってなる。年下だったらどうなの？よくガキっていう。俺は高校1年生で高す。校1年生。ごめんなさい。先輩でした。本当に申し訳ございませんでした。調子乗りました。本当な。本当にすいませんでした。先輩俺にがこんなの変な始口まっをた聞きの。ました。本当に申し訳ございませんでした。全然大丈夫ですよ。じゃあ、一緒に寝落ちしてくれますか？日待っ本て、で、なんでそんな声しようの？何その変な声って。じゃあ個性的じゃない？いや、やっぱ個性的なのがさ、好きになってもらえるかなって思ったんだよ。先輩はどういう人が好きです絶か？対動画、先輩ですか？先輩はどんな人が好きですか？病んでる。ヤンデレ系が好きなの？病んでるめっちゃよくない？わかる。ヤンデレ病んめっでちる。ゃいいかもしれな以上。先輩ヤンデレ好きなんだ。君みたいな元気な子に私は嫌先なの？輩ってやられると。私は嫌なの？好きなタイプになってくれないの？先輩は。いや、仮にそれで好きなタイプになったとしてどうしたいの？付き合いたい。俺、名言済みなの。電車で行けるね。いや、待って、怖っ。電車で行っちゃダメ？いや、
ねえ。いやいや、全然いいけど、どこかわからないでしょ。いや、わからなくてもさ、ダメ？行きたいんだけど。全然来ていいけど、うん、迷子になって帰るのは君。また声聞こえないよ。聞こえますか？あ、先輩が帰ってきた。いや、近い。パパ活すればいいやん、ほんじゃ。近い、近い。やばい。あ、今、素晴らしいほどにね、先輩のなんかブレスを感じた。今ね、ちょっともう一回キュンってきたから、やっぱり先輩がいい。怖っ。ダメですか、先輩。え、でもやっぱり、そういうのってさ、一回会ってみれば変わると思うの。でも、会ってみたら変わるっていうか、会ってみてから始まるよね。うん、ファンと始まらんよね。だから、変わるもクソもなくね、今すぐ行くよって言ってるの。いや、こう、え、でもそういう行動力はもうすごいと思う。遠距離が嫌になりますが、会いに行けばいいよね。いや、会いに来てたやから分からんでしょって言う。いや、別にすぐ分かるからさ、ダメかな。いや、いいよ、全然分かんない。来てくれたら全然付き合う。いや、なんだろうね。そしたら付き合ってくれるんだね。あ、全然いいよ。俺んちまで。付き合ってくれるの？家まで行ったら付き合ってくれるんだね。お、うん、全然いいよ。今後ろにいるよ。今後ろにいるよ。いや、怖っ。ねえ、ほら、後ろ振り向いてよ。ほら。嫌いだわ、こういう女。でも、これで付き合ってくれるね。今後ろにいるから、もう近づいたってことだよね。だから、付き合ってるよね。なんで俺さ、うん。上向いて寝てんの、後ろに。じゃあ、後ろ見てよ。だから、うん、後ろ見たらベッドだろ。もう付き合えっていい加減、マジでよ。マジレスすんな、もう。で、ちなみに、名前誰なんすか、君。なんで付き合ってくれないの、もう。いやいやいや、めっちゃ嬉しい。え、すげえわ、それは。ああ、もう、だから付き合えって、もう。よかったけど、いいっしょ、途中からで別に付き合うよ、みたいなこと言っても。本当に？じゃあ、ちょっと、じゃあもう、はい、もういいよ、じゃあ今から、もう全然、テイク2。ねえ、付き合ってくれますか？え、その声でどうやってるの？いい声です。おーい、だから今テイク2だっちゅうとんねん。おー、行くよ、もう、はい、テイク3。ねえ、待て、おー、はい、じゃあ待ってください。はい、その、え、すごい、え、はい、待って、それはすごい感動した。今後ろにいるけど付き合ってくれるよね？あ、ぜひお願いします。大好き。はい、僕もなんで最高だ！